メノラーの炎が私を戦いに駆り立てる。貴公が誰かは知らぬが、メノラーを持つ以上戦いは避けられぬ道だ。
誰にも邪魔はさせぬ。私の結界内で雌雄を決しようではないか。戦士にこそふさわしい。そしてそれは使徒喝采の中あまたの命を絶ってきた最強の剣士、すなわち私マタドールにこそふさわしい。貴公はメノラを手にする者としては失礼ながら力不足と見受けられる。私のような者に渡すのが相応だが、言ったところで聞き入れはしまい。故に貴公の体に問う。私と貴公どちらがメノラーを辞するにふさわしい強者かを、この剣と盾を手にかけ、今宵もまた勝利を誓わん。さあ、血の劇場よ。最高。いざ、ついてこい。我が魂に触れることはできまいがな。
瞬間を見ることはできん。それを見るのはこの私だ。